はい、ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介するのは、パラブーツのミカエル・フォックの、グレーですね、ビームス別注となっております。こちらは、ビームスのインターナショナルギャラリーさんの別注となっております。ビームスインターナショナルギャラリーさんといえば、まあ、以前もうちで取り扱ったことがあるんですけれども、オールデンのマディソンというスリッポンとかもあったんですけども、非常に凝ったような、別注が多い印象ですね。今回またちょっと凝っているような、一足となっております。はい、まずこちらの商品の特徴といたしましては、まあ、フォックですね。非常に毛足の長いようなフォックとなっております。はい、毛足が長くて、まだら、濃いまだらですね、濃いめのまだらも入っているような、全体的にすごくこうグレーとの相性が非常にいいフォックの個体となっております。はい、で、別注のポイントといたしましては、こちらのグレインレザーですね、肩押しの方のグレインレザーがこのグレーの非常に珍しい色合いになっています。はい、このような形ですね。はい、なかなかない色合いかなと思います。で、やっぱりグレインレザーですとこう傷にもこう目立つってもちょっと目立ちにくくて、まあ、ある程度雨天にもこう対応できるようなこうタフなこう印象になっております。で、こちらのまあ、マダラのこのフォックとの色合いの相性もすごくこう合いやすい色ですね。はい、で、あとは、ウェルトの部分のこちらのストームの部分が気になりになっていますね。はい、でこちらの設置とこう色合いが近いので非常にこう相性のいい落ち着いた雰囲気かと思いますね。全体的に見ると結構こうフォックなのでちょっと派手に見れるかもしれないんですけども、こうシックな印象に意外と落ち着いているかなと思います。で、商品の状態といたしましては、うちでは 1A ランクですね。1回からちょっと履いたかなぐらいの、本当にこのような感じでですね、非常に状態のいいお品かなと思います。はい、見せた方がいいですかね。はい、こんな感じで、もうほとんどこう履かれていないようなお品となっております。ここの部分もこう毛抜きなども特にないかなという印象ですね。結構使用感のあるものだとここが毛が抜けたりしてるんですけども、そういう印象、そういう跡とかもないかなと思います。はい、でサイズ感に関しましては、だいたいオールデンのバリーラストですと8で、パラブーツシャンボードは、大体7、まあ、昔の表記だと 40.5 とか、まあ、昔という、そうですね、パラブーツのシャンボードの昔の表記だったら 40.5 とか、あのあたりかなという印象ですね。はい、大体のおおよそのサイズ感になっておりますので、まあ、ご参考程度にお願いいたします。はい、まあ、おそらくこのサイズとこのモデルっていうになると、もう2と、あとこの状態になるともう二度と手に入らないものかなと思いますね。もう7年ぐらい前に以上前にリリースされたものだと思いますので、やはり入手がもう困難のものかと思います。はい、今でミンプで新品で9万2000円することを考えると妥当なお値段かなという思っております。はい、でこちらの商品は、ケア後の発送となりますので、はい、お安心して、履いていただけるかなと思います。はい、ぜひともこちらご検討よろしくお願いいたします。こちらブログの方にも、いろいろ詳細を書いていますので、そちらもぜひご購読いただければと思います。よろしくお願いいたします。失礼いたします。